ペイチ総主教修道院の外観、ペイチ総主教修道院は、コソボ共和国、ペイチ近郊にある、セルビア正教会の修道院。教会建築物群は、セルビア大主教及び、セルビア総主教の主教座にして、霊廟となっている。この修道院は、2006年6月13日に、世界遺産、デチャニ修道院が、コソボの中世建造物群として拡大された際に、 世界遺産リストに加えられた。同時に他の物件と共に危機遺産リストにも加えられた。修道院のフレスコがイコン。上部の半円部分内には生新庄終身祭のイコンが描かれている。宗主教修道院の正確な設立年次は不明であるが、聖そバの存命中にこの一帯が自社修道院の目当となり、その後セルビア大司教座になったと考えられている。 大主教アルセニエ一世は、より安全で国の中心に近い場所に、セルビア教会の中枢を欲して、聖使徒教会を建てた。間もない頃にあたる1250年頃に彼は、その装飾を命じた。大主教ニコディム一世は1320年頃に、聖使徒教会の北に、聖デメトリウス教会を建てた。10年ほど後の1330年頃には、彼の後を継いだ。 大主教ダニロ2世が、聖首都教会の南に、第三の教会、ホデゲトリアのンナマシンジョ教会を建てた。彼はそのさらに南に、小さな聖ニコラオス教会も建てた。彼は3つの大教会の前に、記念碑的な廃炉を打ち立て、そのさらに前に塔を建てた。大主教ヨアナギエ2世の時代にあたる1345年、頃に、それまでは装飾のなかった聖デメトリウス教会が、 フレスコ画で飾られた。14世紀を通じて、聖書と教会に若干の修正が加えられ、後に装飾が加えられた箇所もある。13世紀から15世紀まで、それと17世紀には、ペーチの総主教と大主教は、この総主教修道院内の教会に葬られた。この建築物群の修復は、2006年6月に、始まり11月に終わった。主要な目的は、 気候の影響から建造物群を保護し、内装と外観を修繕することにあったのだが、その途中で、それまで知られていなかった二つのフレスコ画が発見された。聖ディミトリエ教会の北のファサードにあったもので、セルビア王妃を描いたものと貴族を描いたものであった。ありがとうございます。